皆さんこんにちは。今回ここ錦糸町シルクロードカフェ公式配信チャンネルラクダ TV で配信専門演劇チャンネルワンシチュエーションがスタートすることになりました。番組ナビゲーターの立花相模守です。さてこの番組、前半はステージで繰り広げられるお芝居、そして後半はキャストのフリートークタイムとなっております。お芝居だけでなく、キャストの素顔、こちらも楽しんでいただければ幸いです。さて、記念すべき第1回のワンシチュエーション、そろそろスタートいたしましょう。タイトルは、Uncoordinated。どうぞ最後までご覧ください。皆さんどうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあいろいろと、ね、こちらでやったばっかですけども、なんかやった後、ああでも開放感しかないんじゃないですか。まあね。まあとりあえずっていう。終わりですね。まあ今回ねこのコロナ禍の中で、まあなんとかお芝居とかのこういう活動をね継続しようというところで、まあお稽古の日数も少なくて。それでこういう作品を、まあ、チャレンジとしてね、こちらのシルクドカフェさんのご協力を仰ぎながら作ったわけなんですけども、こういうね普段はこう皆さんプロフィールもね出ますので、そちらも各役者さんのプロフィールご覧になってください。で皆さん大体こうステージとかものもね普段やられてる役者さんですけども、ちょっと今回なんか雰囲気違ったなとか、こういう作品なんかね本当に時間短くてやったとか、なんかそれぞれ感想とかあります？結構舞台やるときってね、やっぱ結構普通だとねご飯食べたりとかしてお芝居の話とかするんですけど、やっぱこういう時期でねなかなか皆さんとコミュニケーション取らずにもう稽古場だけだったので、いやこれはちょっと初めてですね。今までの舞台の作りではなかったって感じです。ですね。はい。岩原さんどうですか？はい、なんかまあ同じになっちゃいますけど、そのまずそもそもにしてその4人共演して誰も本当に初めて知らない、皆さんそれぞれ知らない方 で、はいはい、でかつ本当に数回しか稽古してなくて、本当にどんな人か本当に知らないまま最後まで芝居をしたに近い感じだったんで、それも斬新だし、あとその無観客で収録をしたっていうのも私は初めてだったので、なんかこうなんだろう、なんかこう普通はこう暗転してこう曲が大きくなって始まるじゃないですか舞台って、はい、そうじゃなくて、はいじゃあ始めますはいみたいな、そんなさらっとしてないですよ、温かい空気で始めましたよ。いや、私の中でみたいな感じだったんで、それが結構、はい、普段とはね違う空気感の中で始まったっていう、はい、ちょっと戸惑いだった、ね、でもなんか多分ねご覧になっていただいた皆様はねきっと楽しんでいただけたと思うんですよ、はい、うん、まあそれでもね、まあ、中核を担っていただいた佐伯役のね清水さん、ね、まあ中心でしたから、いかがですかね、まあ、年長っていうのもありますけども、そうですね、まあ、こういう作り自体は初めてだったんですけど、うん、前に何年か前なんですけど、やっぱりこう稽古回数やっぱ一桁で1回だけの本番でっていう作り方はやったんですよ、はいはいはい、だからそれはもう普通のお芝居で、うん、お客さん入れて、うんうん、で、まあ、ワークショップ公演ではあったんですけど、今回は本当にもうお二人と同じでもうかぶっちゃうんですけど、お客さんはいない、うんうん、収録1回だけで、普通だったらこうなんか開演してお客さん入れて30分くらい後ろの方で控えてて、ざわざわの雑踏みたいなのを聞きながら、ね、ああこれをこう楽屋でこう、そうそう、お客さん来てる、ね、少ないとか、なんかセリフをブツ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 って、はい、それで緊張感を高めてさ、うん、本番っていう風になるんだけども、でもう普通にもうじゃあ、はい、役者さん、はい、はい、続いてください、はい、はい、じゃあ始めます、じゃあ、清水さんのタイミング出て、あ、そうかと思って自分がタイミングを出さないと、そう、だそれがね、ちょっとね、すごい、うん、プレッシある種プレッシャーでもあったし、うん、ちょっと斬新なことだったなっていうのもあって、
なかなかやってて面白かったですよね。うんうん、あね、まああの本当にあの 4人のね役者さんがこう始まる前にその緊張感というかね、各自のねモチベーションを上げていくっていうのも、そうそう、ね、まあ、そこはねちょっと映ってはないんですけど、ね、あのそういった準備をしながら、うん、こう本番を迎えてっていう部分なんですけどね、一番ブツブツしたのはね、あとなんですけどすいませんあの、まあ、このご時世なんで皆さんね、始めたってもうどこにもね稽古があったらじゃあお疲れ様でしたってそのもう3歳後まで帰っちゃうんですけど、本番のこの日の当日まで皆さんの素顔を見たことがなかったんで、そうそうそう、マスクをずっとマスクして稽古してたんで、まあ、今日初めて皆さんのお顔を見て、ここしかないそうですね、まあちょっとねこの本番はとりあえずマスク外して上演というか作品をね作らせていただきまして、まあ、今回もこのフリートークのもマウスシールあとフェイスシールつけさせていただいている収録になりますけども、まあ、やっぱりちょっとね違和感があったりとか、うん、なかなかっていうのはありますけども、うん、やっぱりねいろいろとどうしようどうしようっていうね、うん、ところが大きかったと思うんですけども、沙織さんどうですか、その、はい、どうしようどうしよう感っていう部分が今回、はい、皆さん初めましての方じゃないですか、すっごい楽しみだったんですよ。あ、どんなお芝居をもうイメージで自分はセリフを入れてから来るじゃないですか、うん、どんなお芝居を皆さんしてくるんだろうな、はいはいはい、なんか1回目がすごい楽しみで、なんかあこう来るんだ、だから、うん、稽古が少ないですけどもう毎回毎回がすごいなんかなんだろう、斬新な感じで新鮮だったという感じですか、新鮮というかそうですね、どん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 なんか向上していったというか、うん、無駄な稽古がなかった。あ、はい、そうですね、でもねこういう形で、まあ、今回ね作らせていただいたんですけども、これからまあね今2月入りましたけども、まだまだねこのコロナどうなるか先行き分からなくて、こういう我々の芸能活動この先もねこんなような作り方が今後あるかもしれないですよね。でもなんかそういう部分に向けてこれからやっぱりこう一俳優として皆さんがこういうコロナと向かいウィズコロナというところで進みながら、何かこういうふうに、まあ、うん、自分の役者人生をねちょっとビジョンを持っていこうとか、そういう目標とかってまあ今後ね、うん、もちろん続けていく上でね何かあったりとかします？まあ、特にこのコロナっていう影響をね受けながら続けていく上では、うん、なんか自分で肝に銘じてるというか、こういうふうにやっていこうとか、こういうふうに変えた方がいいんじゃないかなとか、そういう部分でふつふつと思ったりとかする方っていますかね。まあ、自分はそうなんですけど、なんか結構コロナになってやっぱりその映像とかも舞台もなかなか難しいので、自分の中でなんかやっぱ何かしらをやっていこうっていうのがあって、つまり今デザインの勉強などしたりとかして、ちょっとまた違う役者とは違うところを見ていこうと思ってて、で今回お話いただいた時も、はい、いやこういうその無観客でその映像で撮って、うん、配信するっていうのも、あ、これ面白そうだなって、で正直どんなものだろうっていう興味があって今回、はい、すごい参加したので、こういう手法がどんどん広がっていけばいいなってすごく思いますね。ね、うん、ね、どうですか、ありますか、はいはい、うん、私とかは、まあ、やっぱりね、本当にお客さん入れてお芝居っていうのがやっぱり難しい状況だと、やっぱりまたその芝居っていうこととはちょっとずれてしまうような、なんかそれこそお家でナレーション撮ったりとか、はいはいはい、そういう形のことをちょっと自分でちょっと勉強して、要は芝居に近いような表現っていうのを、はいはい、ちょっとまた新たに開拓していこうかなみたいなのは私は思ってますね。結構ね、そういった意味では二足のわらじじゃないですけど、まあ、本業のねこのお芝居っていうところに足をねつけて、まあもう一つの方をねやりながら、まあでも、ね、今お二人がおっしゃってるのもやっぱものづくりっていう部分には変わりないと思うんですよね。で、まあ清水さんあと沙織さんもそうですけども、まあお芝居をベースにしながらお二人アクションされてるじゃないですか。だそういった意味では、例えばねアクションなんかもね仲いいんですよ。仲いい、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 作中とね、うん、作中のキャラクターとこのね素の役者さんのね雰囲気が違うっていうのもちょっと面白みの一つだと思うんですけども、まあ、とにかくねお二人の場合はアクションされてますよね。やっぱりこれも結構影響を受けて、うちなんかも
あの立ち回りの、ね、レッスンなんかもありますけども、うん、なかなかそれができないとかあるじゃないですか。今その二足のわらじっていうお話出ましたけども、あのお二人なんかはそのお芝居そしてアクション、うん、こっちなんかもありつつなかなか活動できないとか、うん、逆にそれをもう少しアクションの方をなんとかやっていくとかね、やり方手法を見つけると か、 なんかそういうのって考えたりとかされてますか、ね、なんかもしかしたらご覧になってる方の参考になると思うんですよね。ちょっとアクションの声はかかってるんですけども、うん、まあ、忍者くの一とかをやるので、うん、マスクの代わりにこう口を見せるとか、例えば録音して声で当ててとか、ちょっと対策を考えたりとかですね。確かにアクションはね、こう普通の芝居と違って体をね、全身運動なんで、マスクしてたりする、まあそういうくの一役であれば、まあ忍者とかね、まあマスクはして当然ですけど、それ以外っていうのはなかなか難しいと思うんですよね。大体だから自分なんかでも本当に今年、まあ去年からアクション教室も全然行けてない状態で、なんですかね、芝居も、どうなんだろう、多分なくならないとは思うんですよ、演劇時代は。演劇時代はなくならないとは思うんですけど、ただこう見てもらうっていうことに対してはちょっとこう口がしづらい、リアルにね、こういう配信であればね、リアルにどうぞっていう部分ですけど、劇場とか会場に足を運んでくださいっていうのがちょっとね、なかなか難しいとは思うんですけど、でもやっぱり中にはお芝居なんだからライブで見たいっていう人もいるし、見てほしい気持ちはすごくあります。だからもう多分これからなんかダブルスタンダードっていうか、こう撮りと、まあ、生の配信が難しいにしても、撮りながらお客さんを入れてある程度、例えば、まあ、あの小屋のキャパの3分の2ぐらいまでね、絞って、で実際に生でやって、それでどうしても来れない恐怖心みたいなものもある人もいらっしゃると思うんで、その人 に対してっていうか対象にして、あの配信したものを今回みたいにね、やって、それを後日あの、まあ、有料か無料かはその団体さんの判断で任せるとしても、その、はい、将来は配信と生のライブで劇場でっていうものがね、ダブルスタンドでやるんじゃないかなというのはね、思ってますね。もう本当に今こうね、あの固い言葉で言えばね、あの文化芸術とかそういった部分の転換期だと思うんですよ、そういう時代の真っ只中にね、我々がいるというところなので、やっぱり何かね、やっぱりこうチャレンジっていうのが、トライチャレンジ、これがね、今お話伺った中での一番のキーワードじゃないかなと。というわけで今回こちらのね、この番組、なんと今回1回目ですか。あ、そうです、ね、1回目の出演者です。イエーイ喜ばない、一番、ね、でもね、本当に、まあ、作ったコンセプトもやっぱりあのお芝居のライブ感っていうところで撮っていただいてるんですよね。であとはあの映像の感覚で撮るっていう、そこもね面白いのかなと思って、まあ、あのお芝居だけのオンエア、あの配信だけじゃなく、こういうね、その2じゃないですけど、そういったコーナーというか、それもこう作っていくというと、なんかこうテレビの、ね、プログラムみたいような、そんな感じが伝わればいいかなと思ったんですけども、まあやっぱりこの先もね、あのどういうふうに今清水さんがおっしゃったように、このお芝居の形がどういうふうになっていくのはちょっと未知ですけども、まあとにかくこの先ね、まあ、あの見ている方もそうですけども、あの健康に気をつけていただきながら、それでやはり我々もね、動きを止めることなくね、頑張っていきたいと思います。まあ、ちょっとお時間もあれなんですけども、まあ、最後にね、皆さんこれからのね、目標なんか、ちょっとこういうやってみたいとかね、やっぱそのトライ、チャレンジ、そういった部分をね、何かあればお一人ずつお聞かせいただければと思うんですけども、じゃあ中田君も。ああ、じゃあ、はい、私あの役者を今やってるんですが、新しくあのデザイナーというフォトショップでいろいろ加工して、うん、はい、皆さんに面白いエンターテインメントを届けたいなと思っております。今回のキャラはこんな真面目じゃないんで。って感じなんで、ぜひお楽しみください。じゃあ、沙織さん、どうぞ。もちろん、舞台を中心にやりたいんですけども、今回、そうですね、これから声のお仕事とかもちょっと増やしていければいいかなと思っています。よろしくお願いします。見てください。ま
一番のね、キャラクターだと思うんですよ。じゃあ、清水さん、いかがですか。ですね、まあ、自分はこれからも、これからも変わりなくやっていこうと思ってはおります。で、まあ、一つだけどんな役やりたいって言われると、はいはい、すごい悪い役をやりたいんですよ。やりたいんですけど、それを言うと、それやりたいんですって言うと食い気味に無理ですって言う。そんなことないですよ。だからちょっとこうそういう悪い役をね、クソ野郎みたいな、こいつは嫌いやわーって言われるような感じのものをちょっと挑戦してみたいなと思っております。今回もね、ちょっとあの見方によってはちょっと悪いやつですよね。クソ野郎と思ってますよ。悪いやつとしてはそうそうそう。じゃあ最後岩田さん、はい、どうですか。見ていただいてありがとうございます。まあ、私はもう、お芝居と朗読を普段はやらせていただいてるんですけど、まあ、沙織さんが言ったような、まあ、自宅でこう声を使ったこうものとかにもねこう参加していけたらいいなと思っておりますので、ぜひ見ていてください。ありがとうございました。あとはいかがですか皆さん、なんかこれはちょっと、話そびれた、これだけは伝えとかなくちゃいけないって。大丈夫ですか。え、私ですか。、大丈夫ですか。ね、まあでも本当にあの今回ね、このフリートークの前にね、あの本編ありますけどもね、その後で、まあ、全然違う、ね、話しても全然違うの出していただいてよかったかなと思います。ありがとうございます。でもまたね、このメンバーでね、これから先もね、何かできる機会があればね、今一歩ね、素性が分かってバレてくるかもしれない。そして楽しみもね、そうそう、共演する楽しみも出るかもしれないんで、ぜひともね、はい、よろしくお願いします。というわけで、第2部の方のね、フリートークでしたけども、いかがでしたでしょうか。またこちらの方で、ね、また気になる方がいれば、ぜひともね、はい、もう一回本編見ていただいたり、はい、していただければ嬉しいと思います。では、ありがとうございました。ありがとうございました。